今回は家でもできる胸のトレーニングをご紹介します。腕立て伏せをやっていきます。腕立てって聞くと腕に効かせるトレーニングって思いがちなんですけど、今日は胸の方に、しっかり効かせていきます。今回は膝をついた状態で腕立てをやっていくんですが、手の幅は、ちょっと広め、これも V ぐらいかな、V にしたぐらいに広げていきます。この状態で、指先は外に向けます。膝をついて、膝から自分の頭の先までが一直線になる状態からスタートしてください。この時お尻も上がりすぎない、反りすぎない、しっかりと膝から頭の先までまっすぐになる一直線の状態でスタートしていきます。で、目線は斜め下、下じゃなくて斜め下を見てやってみてください。で、この状態から下に下がってきます。で、上がる、上がって上がる、下がって上がる時も、ずっと体は一直線のまま、下がってきます。で、この時、手の意識としては手のこの辺りを意識して力入れてやってあげるとより胸の方に、効いてきます。なのでガシッて掴むのではなくて、手のこの辺りを意識して下がって上がってを繰り返していきます。これも、10回を、3セットの目安でやってあげるとかなり効いてくると思います。朝、昼、夜、時間があるときにぜひやってみてください。今回はジムでやる、胸のトレーニングをご紹介したいと思います。今回のトレーニング、このマシンもよくジムで見ると思うんですけど、使い方よくわからないって方よくいると思います。今日はこれを紹介していきます。まずは背中をつけて座っていきます。この状態から内側に持ってくるんですけど、この時胸の外からこの辺りをトレーニングしていきます。なのでこの内側に持ってくる時にここを意識してやってあげるとより効いてくるので、この辺りを意識して動かしてみてください。背中をつけて座っていきます。この状態で手はこんな感じで開いて、平行ぐらいかな、床と平行ぐらいの位置に持ってきます。この状態から本当に内側に持ってくるだけなんですけど、しっかりさっき言った部分を意識しながら内側に持ってきます。で、開いてきます。この時、閉じてくるのもゆっくり閉じて、開く時もきついんですけどゆっくりと時間をかけて、開いてあげるとよりここに効いてきます。なので閉じて開いて、割とゆっくりめを意識してやってみてください。この時姿勢も猫背にならないように、猫背でやっちゃうとこの肩のこの辺りに効いてくるので、しっかり背筋伸ばしてつけた状態でやってみてください。